エステバン・フェリックス・グラネロ・モリナは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。セグンダ・ディビシオン B ・マルベジャ FC 所属。8歳で、レアル・マドリードのカンテラに加入。U-10 ディビシオンでは1シーズンに83ゴールを、挙げた。パラウサンジョルディで開かれた、U、U-12 の、国際トーナメントではキャプテンを務め、FC。 バルセロナ1000円調のスエグラネロのゴールで勝利。その試合のベストプレイヤーに選ばれた。17歳の時に、レアル・マドリードシーに昇格する。2006年には、フアン・マタやアルベルト・ブエノラと共にコパでカンペオネス・フベニールに、出場。レアル・バリアドリードに1-0の成績で勝利し、優勝した。グラネロは先発出場し、76分に交代した。 レアルマドリード C での活躍が、レアルマドリードカスティージャの監督をしていたミチェルの目に、止まり、2006年12月にカスティージャの一員となる。そのシーズン終了後、移籍期間最終日である8月31日に1年契約で、ヘタフェ CF へとレンタル移籍。同期間中には、グラネロ以外にもデラレッド、ハビ、ガルシア、アドリアン・ゴンサレスといったカンテラーのたちが、 レンタル遺跡で放出されている。2007から08シーズン終了後、レアルマドリードへと復帰。その後、ヘタフェへの完全遺跡が発表された。ヘタフェイでは、UEFA カップでの準々決勝進出や、コパデルレイ準優勝などの躍進の原動力となった。レアルマドリードでのグラネロ2009年に400万ユーロの遺跡金でレアルマドリードに遺跡。 グラネロは再びフルスでプレーするようになった。同じく2009年から指揮を取ることとなったマヌエル、ペジェグリーニからの信頼を受け、遺跡初年度は多くの試合に出場した。しかし、2010から11シーズンはサミケディラやメストエジルラの加入により多くの時間をベンチで過ごした。2011年1月16日の UDR メリア戦で途中出場したグラネロは1点リード、された後半78分に得点を決め、アウェーでの勝ち点獲得に貢献した。2011から12シーズン前半は、出場機会に恵まれず、ジョゼモーリーニョ以前に、レアルマドリードを率いていた、ペジェグリーニ監督のマラガシー F や、AC ミランなどいくつかのクラブから興味が伝えられた。しかし、シーズン途中からは、 モーリーニョの信頼を獲得して、出場機会が増え、スターティングメンバーに名を連ねることも増えた。ルカモドリッチ加入もあり、2012年8月、クイーンズパークレンジャーズに移籍。2013年8月15日、チームの降格に伴い、レアルソシエダにレンタル移籍が決定。9月17日、 UEFA チャンピオンズリーグ2013から14、グループリーグの FC シャフタールドネツク戦において、途中投入されたが右膝を負傷し、ピッチを退いた。試合後、クラブにより右膝十字靭体断裂と発表された。怪我の影響もありこのシーズンは4試合の、 リーグ戦出場にとどまったが、2014年7月に、レアル・ソシエダに4年契約で完全移籍した。U-19、U-21 のスペイン代表に選ばれており、UEFAU-19 欧州選手権2006の優勝メンバーでもある。そのヒゲからつけられた愛称はピラータであり、片目を手で覆うゴールパフォーマンスをしている。 修道系の学校に通っていたほか大学では心理学を習得。魏志が中国人であり、兄のペドロが中国に住んでいることなどもあって、東洋文化に強い興味を抱き、何度もアジア旅行をしている。また、村上春樹の作品を愛読しており、グラネロの影響で親友であり元チームメイトのフ安ンまたも村上春樹の作品を愛読するようになった。 2010年、レアルマドリードは、グラネロの名がついた、スポーツスクール、エステバン・グラネロ、テクニックセンターを発足させた、トレーニング中のグラネロ、ありがとうございます。